どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、明徳義塾がね、高知高校に、勝ってね、甲子園にね、再びね、帰ってくるということでね、これはもう、僕はもうね、めちゃくちゃね、嬉しいっていうよりか、ほんまにね、明徳義塾ってね、めちゃくちゃね、ここ最近はね、停滞してたんですよね。ほんでね、低反発バッターに変わった時点でね、まあ絶対ね、ここはね、めちゃくちゃね、強くなるっていうね、話をね、まあ、もっとか、1月ぐらいにね、したんで、まあその動画もね、最後ね、後ろに乗っけとくんですけど、ほんまにね、言った通りになったなと。で、やっぱりね、この明徳がね、なぜね、強かったのかとかね、わ、ここはね、さすがやなってね、思えるのは、やっぱりね、とりあえずね、馬淵監督のね、やっぱりね、この奇襲っていうか、今も高知県って、やっぱり、明徳義塾ね、一強からやっぱりね、高知高校とかね、高知中央とかいう、なんていうんですかね、ほんまに筋肉チームっていうんですかね、ほんまにパワーチームがね、やっぱ増えてきたんですよ。ポテンシャルのいい、ポテンシャルはあって、守備はね、結構、荒がある、チャラいんですけど、まあ別にアウトにできる。ほんで別にね、バントとかその小技よりかは、しっかりね、打ってのね、チーム。みたいな、この高知高校、高知中央がね、ほんまに高知県でね、こう上がってきてね、明徳義塾っていうね、まあ、ほんまにね、名門というかね、伝統校がね、ほんまに弱くなっていっとったところに、やっぱりね、ここでね、しっかりね、甲子園に出てくるあたりね、やっぱりすごいなと思いましたし、でね、特に思ったのが、やっぱりね、まあ、言い方悪く言ったら、やっぱね、相手の嫌なことをね、する野球っていうのをね、徹底してしてるじゃないですか。ほんでね、その野球はね、僕はもうめちゃくちゃね、好きで、やっぱりね、強いチームに対して、やっぱりこう、なんていうんですかね、引っ掛け回すようなね、野球っていうのがね、僕はもう見とってね、ほんまに楽しいですし、ほんでやっぱ明徳義塾はね、やっぱりもうずっとそうですけど、やっぱ、バントとかのやっぱね、そういうね、機動力っていうよりかね、そのきちんとしたね、仕事をできるね、選手が多いんですよね。だからやっぱりね、ここ一番のね、夏で、やっぱりそういう選手が、やっぱりこう、なんていうんですかね、結果を出すのかなと、思いました。やっぱりね、こう、個々でやってるチームって、誰か一人がね、こう、エラーとかした後に、だんだんね、もう流れをね、相手に渡して、ほんでね、そこからもうね、取り返しのつかない点差になるとかね、多いんですけど、やっぱり明徳ってね、組織的なんで、ミスがあってもね、なんていうんですかね、チーム全体でね、カバーできるぐらいの、やっぱね、チーム力がね、あるんで、だからチーム力でやっぱり5対3って、ね、今はもう高知高校の方がね、集まってる選手もそうですし、ポテンシャルとかね、ある選手もね、多い中、やっぱり明徳の、野球が、勝ったのが、やっぱりすごいなと、思いましたし、なんかね、明徳、久しぶりのね、甲子園な感じがするんで、夏ね、なんかほんまに今年強豪って言われてるチームと当たって、ね、その明徳の戦力で言ったら、そのね、めちゃくちゃ、ね、上にまでね、いけないって思われてるんですけど、やっぱりね、めちゃくちゃ、ね、強豪を、ね、倒すね、力とか、采配はね、あるんで、ね、非常にね、楽しみかなと、思いました。だから決勝戦は高知高校に対してね、ほんまにうまい、試合運びをね、したなと。で、やっぱね、最後の、ピッチャーの子がね、最後相手バッターを三振に打ち取ったじゃないですか。ほんでね、あの一コマ見ても、明徳義塾の凄さってあって、ほんでね、これは結構、まあなんて言うんですかね、野球のほんまに、それぐらい、だから外で見てる分と、やっぱりなんて言うんですか、中でね、野球してるやつっていうのは、やっぱりね、全然ね、感じてることとかは違うんですよ。ほんで、だからね、サイン盗みとかどうこうとかね、結構ね、外野が騒いだりするんですけど、この明徳のあれは、まあ、逆に言えばなんですけど、今日はね、最後の三振を見ても、逆手に取ったね、相手が多分ね、サイン盗みしてるかしてないかわかんないんですけど、もうされてるっていう想定で、キャッチャー構え取ったのわかりましたか？あれってね、最初打ちに構えて、ほんで投げる途端にね、外側にね、動いて、ほんでね、外のね、球でね、三振取ってるんですよね。ほんでね、これって、バッターがね、なんでね、そんなにキャッチャー見てないのに、わかるのかって、いうのがわかりますか、これ皆さん。まあ、ここまでね、あんまりね、種明かしね、ほんましたらダメなんですけど、まあ、例えばですけど、決めとくとするじゃないですか、その合言葉みたいなのをね。だから、例えば、引っ張っていけ、やったら、インコースとかね、
結構なんていうんですかね、逆方向になみたいな。だから別にそれが何でもいいんですよ。別に積極的になが、インコースでしか見ていけようがアウトコースとかね、チームで徹底ごとをしてるとするじゃないですか。ほんならね、まあでもこれ基本ね、どこのチームとかも結構してるんですよ。これキャッチャーが構えてる場所を見ずにどっちかね、分かるっていうね、どっちか分かるっていうか、どっちか分かるように、そのチーム全体で決めるところも、ね、結構あるんですよ。だからやっぱりね、そういうのも踏まえての内を晴らして外でね、空振りを取るっていうね、もうほんまに高等技術なんですよね、これって。で、やっぱ強いチームはどこもしてるんですよ。だからあのキャッチャーがね、プロ野球とかやったら、なんかこっちインコースでとか、少年野球とかやったらね、インコースでこうやってね、なんか音鳴らして外構えるとか、そういうのいろいろあるじゃないですか。だからそういうね、心理戦の中なんですけど、もっとね、レベルの高くね、もうその見破られてる、そのね、さらに裏をね、書いたね、感じがね、してね、あ、やっぱね、明徳さすがやなと、ほんまに相手の嫌がることをね、徹底的にできるチームやなとね、改めて思いました。だからこそ、なんて言うんですか、なんて言うんですかね、こう、他のチームとかでも、だから逆に言えばなんですけど、そのインコースかアウトコースかっていうのが分かってるだけで、球種とかもね、大体ね、読めるんですよね。だから例えばね、最後ね、まっすぐのインコースで、決めるね、左ピッチャーやったら、もう右バッターでね、インコースね、引っ張っていけよとかね、例えばですけどね、言われた時点でね、もうまっすぐ一本に張れるじゃないですか。だからそれぐらい、バッターをね、コースで分かったらね、ギャンブルすることが多いんですよ。特にね、追い込まれてるときは。で、左バッターやったじゃないですか。で、多分ね、それでね、うちのまっすぐをね、めちゃくちゃ張っててのね、外のまっすぐやったんで、もう肩がね、開いてね、最後は三振やったっていうね、ことなんですけど、やっぱりね、そこまでできる、やっぱり明徳もすごいですし、やっぱりでもそのね、5点ね、しっかりその、明徳の今年はめちゃくちゃにいいって言われてない打線で、しっかりね、5点取ったっていうところが、僕はさすがやなと思いましたし、なんか早くね、馬淵明をね、甲子園で見てみたいなと、思いました。ほんまにね、こっからはね、もうマジでね、めちゃくちゃね、レベルの高い相手ですから、そこに対してね、どうはめていくのか。で、逆に言えばね、ジャパンでもね、そのジャパンの、そんなね、今年大丈夫かって言われてる戦力で、めちゃくちゃ勝ったじゃないですか、去年ね、日本は、アンダー18、馬淵監督、一昨年やったかな、去年。馬淵監督の采配でね、勝ってるんで、だからやっぱりね、木バットと低反発バットって戦い方似てるんで、ね、もう印象はいらないと思うね、なかなかね、その、ね、5打席連続敬遠とかもね、するね、人ですから、やっぱりそのね、戦略もね、甲子園で見れるっていうのが非常に楽しみですし、頑張ってほしいなと、めちゃくちゃ思いました。はい、ということでね、ちょっとね、5月の、じゃあ1月時点でね、メイドユークのね、試合を予想してるね、メッセージの動画がね、この後ね、貼ってるんで、ぜひ見とってください。それじゃあ、お疲れ。どうも、めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということで今日もやっていくんですけどね、今日はね、メイド義塾のね、時代がちょっと来てしまうんちゃうんかっていうね、話をね、ちょっとしようかなということで、メイド義塾ね、ちょっとね、時代がね、正直な話ね、ちょっと終わりかけてるっていうね、イメージの方がね、強いんですけど、ちょっと、今回強くなるんちゃうんかってよりかね、ちょっとね、急激に強くなるなっていう話をね、ちょっとしていこうかなということで、まずね、それはなんでやねんっていう、ね、話をすると、これね、低反発バットがね、導入されるんですよね。ほんでね、僕のね、本赤の方でね、語ってるんですけど、低反発バットでね、弱くなる高校っていうのはね、結構多いんですよ。僕の考察で言うと、智弁和歌山であったり、履正社、大阪桐蔭、この辺はね、やっぱり、金属バットで、めちゃくちゃ飛んどったところが飛ばなくなって、レフトオーバーがレフトフライになって、やっぱバッティングのチームはこの低反発バット導入でめちゃくちゃ苦戦すると思うんですよ。ほんで逆に、どこがじゃあ、低反発バット導入で、強くなるのかっていうと、間違いなくね、この明徳義塾ですね。じゃあなんでね、明徳義塾がね、低反発バットの導入で、ね、強くなるのかというと、バットが
変わることによって、弱くなるチームっていうのは、まあ大雑把なね、バッティングができるチームなんですよ。ほんで、ね、逆に強くなるっていうチームは、細かい野球とか、やらしい野球するチームっていうのは、バットが、こう変わることによってめちゃくちゃ有利になるんですよ。正直な話ね、エンドランするのに、バット飛ぶ飛ばんって関係あるかって言われたら全く関係ないじゃないですか。ほんで、バントするのに、バット、低反発と高反発やったら低反発の方がバントとかがやりやすいんですよ。だから機動力があるチーム、とかね、細かい野球をやるチームっていうのはめちゃくちゃ強くなるんですよね。だからね、そういう面ではね、この明徳義塾ね、今回までというか、ここ最近ね、正直な話、めちゃくちゃ低迷してます。もう、ちょっとやばいんちゃうんかっていうぐらいね、今、高知高校であったりね、高知中央がね、ちょっと激アツなんで、ちょっとね、明徳義塾ね、前昔まではね、一強やったんですけど、それがね、ちょっとこう、崩れようとしてるんですよ。でもね、ここで低反発バット導入ということで、馬淵監督ってね、金属バットやったら、そんなにね、こう、活躍とかね、そんなにね、強くないんですけど、キバットになった時の馬淵監督の采配って、アメリカにも勝ってるんかな、確かそんなんで、めちゃくちゃね、戦略的なね、野球をできるんですよ。だからこそ、やっぱりね、この明徳義塾は、やっぱこの低反発バットをね、持たすと、やっぱりね、一番ね、僕は、馬淵監督のやりたい野球がね、そのままできるんで、僕は明徳義塾がめちゃくちゃね、強くなると思いますね。まあね、いろんなね、低反発バットでね、どうなるのかってね、わからないね、方多いと思うんですけど、まあそんな変わらんやろとかね、言う人多いんですけど、そんな変わらんかったらね、バットなんか変わる意味ないですし、ほんでね、噂によるとね、とかね、自分のね、知り合いとかの話聞くと、やっぱりもう竹ぐらい、バンブーぐらいね、バットが飛ばなくなるってことなんで、今まで知ってる高校野球の感覚とはね、全然ね、変わると思います。なんか、プロでなんか違反球でした。なんかこう全然ね、飛ばない球がね、導入された時にね、そんな変わらなかったとかね、そういうね、いろんなね、意見があったんですけども、そんなね、レベルじゃないぐらい、バットが変わるってことはね、ほんまに全然ちゃうんですよ。木バットと金属、そんな変わらんとかね、いうやつね、高校時代とかいたんですよ。バッティング練習で。僕、木でも全然打球変わらないっす、変わらないっす、みたいな、木の方がむしろ飛びます、みたいな感じでね。バッティング練習で言う人いるんですけど、実戦になったらね、間違いなくね、飛ばないバットの方が圧倒的に不利なんですよ。だからね、今後このね、飛ばないバット導入っていうことで、明徳義塾はね、めちゃくちゃね、明徳本来の野球をやりやすくなる。ほんで、バッティングが良かったチームは、だんだんね、打てなくなって、こう、停滞化していくっていうね、この新しいね、高校野球のね、時代がね、またね、こう、なると思うので、だから夏ね、強豪校は、コールドでね、弱い高校に勝つみたいなのがね、毎年あるんですけど、それもね、なかなかね、勝ちにくくなってくるのかなって、僕はね、改めて思いました。はい、ということでね、皆さんの意見をぜひね、コメント欄によろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんがしてほしい話があれば、ぜひコメント欄に。それでは次の動画で会いましょう。お疲れ。